プラグイン、助数なしワンです。ということで、いよいよ最後のね、ウイルスになりましたね、プラグイン。まあ、パートなんだ、7、8、9、9ぐらいやった。まあ、わかんないけど、まあ、結構やってきて、まあ、いよいよ最後のウイルスってことでね、まあ、ちょっと寂しくなるけど、まあ、最後のウイルスは、生物兵器。まあ、前回はなんか人工ウイルスっていう名前やったのかな？で、今日は、生物兵器っていうところで、触れた、ものすべてを殺害する非常に危険な病原体。うわーもう気になる。いやもう生物兵器はもう危ないかね。まあ、前回人工ウイルスだったけど名前どうしようかな。まあ、最後だもんな。まあ、最後ってことでね、ラストオブウイルスにしようと思います。はい。まあ、ラストオブウイルスっていうことでね、まあ、ウイルスだとちょっとね、ダサいからね、ウイルスにしたね。まあ、ということでやっていこう。まあ、安定のは中国かな。よーし。ってことで、まあ、ラストオブウイルスが中国感染。まあ、今回何があるのかな？なんか3つある。導電、エシ遺伝子が解放される可能性を時が経つと、あれする。毒性生産を、する主に遺伝子を無効化し治療を下げる。なんで死ぬ確率下げるってこと？生物兵器の死亡率をリセットする。再生にはしばらく時間が必要。どういうあれなんだろうね。生物兵器感染力上げるとかじゃないんだね今回は。だからこれ エシ率、まあ、死亡率が下がるみたいな感じなのかな。ラストウイルスは事故により放たれた生物兵器だ。時が経てば自然に AC 性が高くなる。すべての生存者が死ぬ前にあなたは全人類を死なせる。ああ、そういうことね。まあ、どんどん死ぬ確率が上がっていくから、その前に、まあ、感染力などを上げて、で、なんか、全員を全滅させるみたいな感じかな。まあ、一応なんかちょっと遅くさせてみるか。まあ、解放して。うん。まあ、結構ね、DNA ポイントを使わなかったもんね。1ポイントだったね、確か。あ、広がり、オッケー。で、まあ、解放してっか、5ポイントだもんね。意外とポイント低いんだね。うん。まあ、一旦この辺を解放してって、って感じでいいのかな。でも今のところまだね、そんなすごい上がるってわけじゃないから。とりあえず、ま、家畜もやっとくか、生物兵器だから。もしかしたらすごいコンボ技を決めるかもしんないからね。うん。中東で反乱が続いている。いや、このニュースのところが面白いんだよね、たまに。に関する一般投票を実施。まあ、これは毎回あるね、このニュースは。たまにね、ニュース見てると面白いことあるんだよ。赤字が減少した。まあ、とりあえず、これをね、まあ、安定のここ。これでね、感染力結構上がるからね。今のところで。よし。どんどん行け。まあでもさ、書いてある感じだと自動的なのかな。自動的にさ、その死亡率が上がってくって感じなのかな。ロシアに広まった。いいよ。ラストオブウイルスが数千人に感染した。いいね。どんどん増えてきたよ。でも今のところあれだな、まあこれを解放してった方がいいんだな、多分これをしてるから、まあなんか死亡率が上がってみたいな。調査の作品がデジタルマスター化。まあね、デジタルのあれ時代だもんね、なんかそういうさ絵とかも。うん。 CDC1980年、自殺率が上昇中。やばい、死んでは困る。マジで死んでほしくないから、ちょっと感染してせめて死んでほしい。すげえ最低なこと言うけど、この世界でちょっと頼むから、みんなちょっと感染してからやられてくれ。まあ、とりあえず解放して、お、いいね。このね、もう連鎖が楽しいよ。素敵なお一人様があなたの近くで愛を探し中。なんだ。え、待って、ニュースこれ、なんかマッチングアプリみたいなこと書かれてるんだけど。な、急にどうした？ネット接続トラブルによりバーチャルリアリティ結婚式に一緒。バーチャルリアリティ結婚式、うーん、あ、いいね。1億人突破したよ。はいはい、まだ気づいてない。2億人。まあこれはまあ、このくしゃみとかこの辺かな。うん、これ大事。
で、まあ、これも解放しとくかな。まあ、ちょっとずつでいいから、とにかく感染力上げてかんとね、まあ、毎回恒例の。あ、やべえ、バレちゃった。やべえなあ。あれ、待って。ちょっと待って。これを解放していこう。なんかそろそろやばいわけ。なにこれ。世界にハルマゲドンを解き放つ。ハルマゲドンなんか某映画の見過ぎなのかな。ハルマゲドンやばそう。いや、解放して。何ポイント ?19 ポイント。え、待って。今なんかすごくなかった?あ、なんか今、死亡率なんか、乾燥してなかったか、今。気のせいか。あれ、やべえな。ちょっと疲れてんかな。今、一瞬なんかすごい。あ、待って、これ解放するとやばいな。死亡率が。あ、でも解放しちゃったわ、今。ちょっと。やばい、これどうしよう。やばい、これ。やばい、完成。やばいな、これ。解放したの間違いか。待って、一回様子見してみるか。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。どんどん死んでいく。大丈夫かこれ。いや、まあでも大丈夫。一応解除はできるから、まあ、一旦ね、まあ様子見しつつ、まあ感染力をどんどん上げてってみるか。いや、いい感じになってきたよ。いや、ポイントがね、これ何使っていいか分かんないんだよね。一応ね、さっきはハルマゲドちょっとね、やばかったからちょっと一回解除したけど、まあそれでもね、なんか死亡率がどんどん上がってっちゃってるんだよ。いや、これな、ちょっと、やばいな。どれをあれしたかいいか。で、一旦この死死率を下げて、こうね、寒いところ、このグリーンランドにね、ちょっと感染者がいないから、これどうにかしたいんだけど、まあ、飛行機がないから難しいか、これ。いやー、いいところまで来たんだけどね、これ。そう、薬も止まってさ、いや、ダメかな、これ。いやー、あとグリーンランドとさ、このなんか中央のさ、ここだけなんだよね、あと。いやー、無理かな、これ。いやー、無理だね。うわ、死んじゃってるわ、みんな。あと寒いところ。いやー、寒いところ重点的にやりたいからさ、次はさ、ちょっと、グリーンランド近くの、まあ、国で始めてみるか。中国だと遠すぎるもんな。いや、これは、まあ、諦めるしかないな。でも、あとちょっとなんだけどね。いやー、欲しいな。まあ、飛行機があるうちに、まあ、なんとか頑張ってグリーンランドに完成させなきゃ、やっぱこのゲームね、クリアできないよね。いやー、無理だ。あと、ハルマゲドンは、下手に解放しない方がいいってことが分かったわ。じゃあ、次行くか。じゃあ今度はさ、グリーンランドに近いフランスあたりやってみるか。まあ、この辺さ、結構さ、空港もあるから、ちょっと待ってね、今、通知来ちゃったから画面隠したと思うけど。で、なんかね、そう、寒いところに近いところでやった方が、そう、後々楽なんだよね。まあ、だからここで一旦スタートして、やってみるか。まあ、一旦ね、この辺は絶対に解放してた方がいいから、解放しつつ、って感じでやってみようかな。なんか今、男が炎上って書いてあった気になるな。まあ、これは解放してっか。いいよ。いやー、難しいな、意外と。やっぱ死んじゃうんだな。早めにあれを解放しとくのも結構ありかもしんね。能力。まあ、一応ね、まあ、いいとこになるまでカット。いや、超いい感じになってきた。いいよ。で、ハルマゲドンはまだかな。一旦薬をちょっと止めて、やばいから。で、これは一旦じゃないか、これ。感染者、あと、もうちょっと感染してほしいな。99% までいってほしい。で、そしたら、ハルマゲドンで一気に人類を絶望させればいい。いや、やっぱね、寒いところの近くで、やっぱ、ね、やった方がいいね。やっぱグリーンランドがね、最大的だから、あとはこの暑い、やっぱエジプトあたりをなんとかしたい。あとここだけなんだよな。ちょ、頑張ってほしい。いや、もう解放してみるか。感染力も上がるし。これでなんとか言ってくれ。あ、でも赤くなってていいんじゃないこれ。いや、薬がどうだこれ。あ、来た。これはもう勝った。さすがに、ハルマゲドンは強いから、さすがに薬より早く人類を滅亡させることができると思う。いや、いい、ね、もう最強じゃん、ハルマゲドン。いや、ハルマゲドンだわ、やっぱね。いや、いいね、薬よりも先に人類を滅亡させるっていう、ハルマゲドンやべえ、ハルマゲドン楽しい、マジで。
いやスイッチ一つで人がどんどんゴミのようにやられていく。いいね、もうコンボ決まって、もうこれは確定だね。はい、人類を拒絶。よっしゃ勝利した。いや意外と、まあ、大変だったけど早めに終わったね。まあ、てことで、まあ、最後のさ、生物兵器でした。まあ、てことでね、まあ、もうね、このシリーズは終わってしまうけど、まあ、こんな感じで、まあ、最後まで終わったんだけどね、まだね、その、超ハードとか、をまだね、まあ、こんな超ハードとかね、まあ、絶対難しいクリアできなそうなね、やつがまだクリアできてないんだけど、まあ、一旦ここでね、まあ、このシリーズは終わりたいと思います。はい。まあ、もしね、またなんかコメントとか、もしなんか、またやってくださいっていうのがあったらね、また次回の次回あたりね、まあ、超ハードをクリアするとかね、そういう、あれも上げていこうと思うんでね、もしね、この動画ね、いいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね、まあ、僕のこと応援してくれると嬉しいです。ってことで、ナシワンでした。バイバイ。